いよいよ発走です。スタートしました。白山イーグル、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。7番白山イーグル行きました。白山イーグル先手を取りました。フェンダーそのうちに続いています。その外からオーキッドロマンス並んで、5番シュトラウスクリスアーサーすぐ後ろ、その外にバルドルチャ、内からはソンシすぐ後ろに、キャプテンレキその隣にロジリオすぐ後ろに、エイムヤラブフェイス、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はフェンダー、2番手はシュトラウス、白山イーグル3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はフェンダー、白山イーグル続いています。内からはシュトラウス、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はシュトラウス、外からソンシ、後方からバルドルチャ、残り 200m を通過してシュトラウス伸びてきた。シュトラウス先頭、シュトラウス粘る、シュトラウス先頭だ、シュトラウスゴールイン。2着にはどうやらソンシ、3着にナムラアトム、勝ったのはシュトラウス。このレースを制したのはシュトラウス。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ前に行くのはどの馬か。フェンダー前に行きそうです。フェンダー先手を取りました。その外からオーキッドロマンス、その外にバルドルチャ、ソンシすぐ後ろ、内からはシュトラウス、その外にキャプテンレキ、青の帽子白山イーグル、その後ろクリスアーサー、そのうちに続いています。その後ろにロジリオ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として2番フェンダー、バルドルチャ、ほとんど差がありません。オーキッドロマンス3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はフェンダー、オーキッドロマンス続いています。キャプテンレキ続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。バルドルチャ先頭、それを追って内からロジリオ、ロジリオここで先頭に躍り出た。残り 200m を通過してロジリオ、このまま振り切れるか。2番手はクリスアーサー、ロジリオゴールイン。2着は微妙です。ロジリオ見事このレースを制しました。スタートしました。ポンと飛び出したのはシュトラウス、キャプテンレキ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてシュトラウス行きました。先手を取ったのはフェンダー、その外からソンシ、内からはオーキッドロマンス、その外にキャプテンレキ、その外にバルドルチャ、白山イーグル、そのうちに続いています。その隣にクリスアーサー、この位置にロジリオ、少し離れてダイキバンクール続いています。この辺りで先頭が変わりました。キャプテンレキ、2番手はフェンダー、シュトラウス3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はキャプテンレキ、シュトラウス続いています。フェンダーその後ろ、間が空いてソンシ、さあ直線に入りました。これからの勝負、シュトラウス先頭、外からソンシ先頭、シュトラウス捉えるか。残り 200m を通過してソンシ、まだ離す、まだ引き離す。2番手はシュトラウス、ソンシ強い強い、ソンシ圧勝ゴールイン。2着は微妙です。ソンシ見事このレースを制しました。スタートしました。キャプテンレキ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてキャプテンレキ行きました。先手を取ったのはキャプテンレキ、フェンダーそのうちに続いています。その外からオーキッドロマンス、その後ろからはクリスアーサー、その外にソンシ並んで、5番シュトラウスすぐ後ろに白山イーグル、その隣にバルドルチャ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。ここでフェンダー先頭に変わりました。2番手はオーキッドロマンス、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はフェンダー、キャプテンレキ続いています。その隣からはソンシ、シュトラウス続いています。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ソンシここで先頭に躍り出た。外からシュトラウス、200を切った。シュトラウス追い上げてきた。ダノンマッキンリー、ここでやってきた。ダノンマッキンリー抜き去った。ダノンマッキンリー1着、2着は微妙です。勝ったのはダノンマッキンリー。このレースを制したのはダノンマッキンリー。スタートしました。勢いよく飛び出したのはキャプテンレキ、綺麗なスタートを切りました。キャプテンレキこの辺りも前へ行きます。キャプテンレキ先手を取りました。内からはオーキッドロマンス、フェンダーそのうちに続いています。これに続くのがバルドルチャ、内からはシュトラウス、黄色の帽子ソンシ、その後ろこの集団に白山イーグル、内からはロジリオ、すぐ後ろにクリスアーサー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はフェンダー、2
2番手はオーキッドロマンス、シュトラウス3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はメイダー、シュトラウス続いています。なんでオーキッドロマンス4コーナーをカーブして、さあこれからです。シュトラウスここで先頭に躍り出た。リードは2馬身から3馬身。残り 200m、 一気に後続が差を詰める。残り 100m、 里見のキラリ迫る。里見のキラリ抜き去る。里見のキラリ、里見のキラリ1着、2着はボジリオン。勝ったのは里見のキラリ。このレースを制したのは里見のキラリ。スタートしました。好スタートを決めたのはロジリオン、オーキッドロマンス。この馬も好スタートを切りました。オーキッドロマンス、この辺りも前へ行きます。先手を取ったのはオーキッドロマンス、ロジリオン、すぐ後ろペンダー、それに続いています。その外にシュトラウス、その外からソンシ、クリスアーサー、そのうちに続いています。その隣にパクサンイーグル、ここにつけたのがバルドロチャ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。バルドロチャ、オーキッドロマンス、ほとんど差がありません。ソンシ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はバルドルチャ、その外からはソンシ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。バルドルチャ先頭、外からシュトラウス、キャプテンネキ上がってきた。ここからが勝負だ。残り 200m を通過して、ここで先頭変わってナムラートム、2番手はシュトラウス。ナムラートム先頭だ。ナムラートムゴールイン。2着にはどうやらシュトラウス。勝ったのはナムラートム。このレースを制したのはナムラートム。スタートしました。ペンダー、これはいいスタートを切りました。シュトラウス、この馬も好スタートを切りました。2番ペンダー行きました。先手を取ったのはペンダー、すぐ後ろにシュトラウス、並んで6番オーキッドロマンス、その外にソンシ、黄色の帽子バルドルチャ、その後ろキャプテンネキ、そのうちに続いています。その隣にクリスアーサー、内からはロジリオン、その外からダイキバンクール。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。シュトラウス、2番手はペンダー、ソンシ3番手。後続も追い上げていきます。さあ先頭はシュトラウス、間が空いてソンシ、内からはペンダー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。シュトラウス先頭、しかし後続も追い上げる。オーキッドロマンス手応えは悪くありません。前を捉えられるか。200を切った。エンエアラブヘイス抜けた。左右内から一気にナムラートム、エンエアラブヘイス、エンエアラブヘイス1着、2着は微妙です。エンエアラブヘイス見事このレースを制しました。